こんにちは。リム情報開発の犬塚です。政府は21日の統合イノベーション戦略推進会議で、温室効果ガスの長期大幅削減を目指す革新的環境イノベーション戦略を決定しました。5分野16課題に対応するため、39の技術開発テーマを設定し、エネルギー転換分野では太陽光や水素、原子力、二酸化炭素の回収、利用、貯留などの技術革新によって、2050年に見込まれる世界全体の排出量を約300億トン削減する目標を掲げました。今回まとめた戦略は、1、エネルギー転換、2、運輸、3、産業、4、業務・家庭、5、農林水産業・吸収源の5分野に共通する重要課題について、日本の技術力を生かせる39テーマを設定しました。各省庁が連携を図るグリーンイノベーション戦略推進会議も設置し、司令塔組織とします。政府は昨年6月に策定したパリ協定に基づく長期戦略を具体化するため、これまで諮問機関で検討を進めてきました。政府は戦略で示した技術開発テーマなどに、今後10年間で官民合わせて30兆円を投資する方針です。太陽電池の発電効率は現状の2倍程度となる 35% とするほか、軽量化や局面化に力を入れます。原子力技術では、2030年に向けて軽水炉の安全性を高める技術開発を進める計画です。